この事件は昨日午後3時過ぎ、静岡市葵区の静岡北砂郵便局で、女とみられる人物が現金およそ90万円を奪って逃走したものです。事件を受け、今朝近くの小学校では、子どもたちが教職員らに見守られながら登校していました。犯人は女とみられ、中肉で、身長は150センチくらい、黒のパーカを着てフードをかぶり、黒の長ズボン、白のマスクをつけていて、黒のサングラスをかけていたということです。静岡北砂郵便局は事件を受け、今日の窓口業務を取りやめていて、他の郵便局の利用を呼びかけています。